ニュースマグビです。 TBS の古谷由美アナウンサーが IT 企業折り紙の安井良樹社長と破局していたことが分かりました。7月の著書発売イベントの際には結婚について聞かれると、タイミングがいずれ合えばいいなとは思いますと語っていた古谷アナ。本人を直撃し、いつ破局したか聞くと、お答えしたいんですけどねと語りました。破局の原因については相手がいることなのでとコメント。円満に別れたということかと聞くと、そういうことなのかなと笑って回答していました。ニュースマグビ